本日はワールズ2020プレインステージデイ2をお送りします。実況の伊賀です。解説はリクルスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで続いてゲーム7、マッドライオンズ VS ロイヤルネバーギブアップの試合ということになりますが、こちらの試合どのような展開予想されてますか？まあこうイーブン進行で進んでいくと、はい、結構チームファイトがもう極端に強い2チームになってますから、はい、非常にレベルの高い集団戦のこうやり合いになるんじゃないかなっていうのが、まあ、僕の予想ではあるんですけど、はい、ただまあ1点気になるところがあるとすれば、レーンのところでマッドライオンズが耐えきれるのかどうか、まあ、っていう部分ですね。まあ、トップレーンのところのアームとはまだしも、はい、ミッドレーンのニスキーとあとはボトルのアンフォーギブンのこの2人のラインが、はい、対面するプレイヤーがやっぱりシャオフ柄っていうところなんですよね。特にシャオフはもうレーニングからもかなり強力ですし、うん、ジャングルのシーンをかなり受けるポジションでもあるので、はい、総じてやっぱり強いんですよね、うん。まあ、プレッシャーがかかってくるんじゃないかと、はい。まあ、そしてかけてくるドラフトっていうのを狙ってきそうでもありますよね、ロイヤルネバーギブアップが。それもそうですし、はい、対戦するやっぱりニスキーが、まあ、レーニングっていうところは、まあ、ほぼほぼ、7にしつつ、うん、まあ、ローテーションだったり集団戦のところで輝くような選手でもありますから、ちょっと相性が悪そうな気がするんですよね。なのでどこまでこうニスキーがシャオフに対して耐えていけるのか、アンフォギブンがガラに対して耐えていけるのか、このあたりが重要になってきそうですね。ちょっとそうなってくるとドラフトのところでまずマッドライオンズはそういったそのロイヤルネバーギブアップのレーンの強さっていうところを抑えるようなドラフトしたいですよね。ただまあ特にミッドトピックですよね、はい、ミッドトピックを現状抑え切るっていうのはちょっとドラフト難しいので、うん、様々ありますからね、はい。まあ、どうでしょうね、まあ、もうシャオフですからね、何が飛び出すか分からないっていうのが、はい、まあ、トップレーンのオリアナピックするようなプレイヤーですから何でも使いますから、はい、ちょっとこう対策しきるというのは難しいですけれども、さあただそれをしていかないとまずその自身の得意である集団戦っていうところにいけないわけですよね。そうですね、うん、でその上でやっぱり RNG も集団戦が非常に強力なチームであるっていうことで、はい、マッドライオンズからすると本当にこう相性的にもかなり苦しそうだなっていうのが、まあ、感じられる対戦相手だなと、うん。一方で RNG からすると、まあ、レーンのところで潰してもいいですし、自分たちが得意な集団戦に行ってもいいんですが、まあ万全を期すなら、まあ、相手の得意な土俵で戦う必要はないので、うん、序盤のところからこうミッドガンク中心に潰していって最終的にボットも潰す、もしくはもうガラが 2v2 のところでもう対面を抑え込んでいくというのが、まあ展開としては狙いやすいかなというふうには思いますね、うん。まあ、そしてちょっとその会話の冒頭でですね、触れられなくなってしまったアームットなんですけど、アームットは、まあ、レーンが強いプレイヤーということなんですか？まあ、レーンのところも結構戦えている、まあ、トライアンズの中ではかなり戦えているプレイヤーだと思いますね。ただまあ1点気になるのがそのチャンピオンプールのところですよね、はい、ナーのパフォーマンスがもうズバ抜けていいと、うん、かなり優先して取るシーンなんていうのもこの大会ありましたよね、はい、いうのがあるんですけど、一方でもう結構なんでしょうね、コミュニティの間でもまあ、ミーム化してるんですけど、はい、まあ、アームットは非常にチャンピオンプールが広いよということで、その後にひたすらナーのスキン名が連ねられるみたいなそういうのがあるぐらい本当にまあナーうまいんで、なんかナーでよくないってなっちゃってるってことですよね。いや、そうなんですよねまあまあまあ確かに、まあ、今どうなんですかね、この今大会ワールズにおけるそのナーの立ち位置というのは、まあ、決して悪いピックではないとは思うんですよね、うん、エイトロックス相手にしてもナーガーの力量さえ高ければ、はい、スイートスポットを避けてレーニングを行ってオートアタックでダメージ出していって、まあ、集団戦のところでは同等以上に活躍できますから、うん、まあ、本日の試合でもありましたね、エイトロックスを見てから、うん、ナーを当てて、まあ、そこをこ うまくその序盤でレンジ対メレーのところ生かして主導権取って有利広げてレーニングしていくっていうような、うん、のがありましたよね。あのインパクト相手に確かロボが、ね、ラウドのロボがやっていたと、ね、いうこともありますから、まあ、それだけナーが得意なのであればエイトロックス渡してという可能性も、うん、まあ、なくはないですよね。ただまあリスクはありますよね、当然あのエイトロックスが彗星持ってきてスイートスポットをバシバシ当てられてしまうと、はい、ナーも耐久力のナーフもありましたし、デッドしてしまう危険性、レーニングできなくなる危険性があります。
ガンクなんて入るとなおさらきついですから、そういう意味でも、まあ、メタチャンピオンは使えた方がいいかなとは思いますよね。そのアムットのピックも注目なんですが、まあ、まずはそのレーニングっていうところですよね。今大会は非常にどうなんでしょう、そのウィンレーンウィンゲームっていう形で進行してるんですか。だと思いますね。そこに結構当初は、うん、あ、まあ、デイワンのところはそのグレーブスヘカリムのファームタイプのチャンピオンを合わせて、はい、まあ、カバーの動き入れていくっていうメタになるのかなと思いきや、うん、まあ、特定の地域、はい、だけでそれがとどまって、別地域ではそのマオカイやそのバイ、うん、みたいなチャンピオンで早め早めにこう介入していって、っていうようなスタンスの地域も数多くあるということで、まあ、どっちの方向に進んでいくかっていうのは本当に、今後の展開次第だというふうに思いますね。まあ、本当地域によってこのパッチにおける正解っていうのが分かれてる状態なんですね、今現在。そうですね、まあ、これが今後、はい、全員のこう見解が合致していくことになると思いますけどね。まさにそういったそのメタの研究が進んでいる段階でのこの試合になります。ブルーサイドマッドライオンズ、レッドサイドロイヤルネバーギブアップ。マッドライオンズブルーサイドでフィオラ・ルブラント番をしてきました。もうこれはもうレーニングの段階、かなり意識したドラフトになってますね。意識してますね。ロイヤルネバーギブアップはドレイブン、ヘカリム、番を多く受けているチャンピオンをまずは決選択、そしてもう1チャンピオンという中で、まあ、一応ユーミとかはありますけど、ただカイザーであるということを考えると、はい、まあ、ユーミ番をしなくても魔王界の番になりました。いやー、まあ、やはり強力だということでしょうね。そうですね、もうどんどんと評価を上げています魔王界。今回は番、うん、そしてマッドライオンズファーストピックエイトロックスに対してジャックス、はい、グレイブスです。先ほどはイレリアが見えましたけど、まあ、ジャックスの方がやっぱり丸 いい選択ですよね。集団戦でもあれちょっと戦えてスケールもいい、でなおかつ LPL の得意ピックであるということですね。さあこれはもう早速ですね、ロイヤルネバーギブアップがその LPL らしさを発揮しています。さあマットライオンズはタリアです。まあ、まだまあ、ジャングルミッドどちらの、うん、なのかの特定はまだですが、ここどうしますかね。AD キャリーミスフォーチュンを抑えるのか、カイサーを抑えるのか。レーニング安定させたいのであればどうでしょう、ミスフォーチュンの方が、うん、まあ、安定はしそうですけど、ただカイサーを取られた時にですよね、ミスフォーチュンからですから。そうなんですよ、ミスフォーチュン取ってると対応がしづらい。でなおかつジャックスもいて、でタリアが、まあ、ジャングルに行く場合、ミッドに行く場合でも、まあ、カイサーの飛び込みっていうのはかなり警戒しづらいっていうことで、まあ、取り上げの意味も含めてですかね、これは。ここに対してガラが、まあ、素直にミスフォーチュン取るのか、トリスターナみたいなチャンピオン取るのかは分かりませんが、あーとここガリオ、おお、なんというかガリオが来ましたね。はい、はい、先ほどの最後のバッファローのピックがイレリアからジャックスに勝っただけっていうことになるんですけど、うん、まあ、なんかそれだけでも、でもマイルスに見えますよね。そうですね、多少、はい、このメタの中にいるチャンピオンではありますから、うん、ジャックス非常に評価高いチャンピオンではありますから。さあセカンドバンフェイス、ロイヤルネバーギブアップからなります、ポッピー。さあマットライオンズはどうしますかね。 AD キャリーの番になってくるんですか。だと思いますね。サポートもバンしたいチャンピオンっていうところは、んっていうよりもどちらかというとザヤだったりミスフォーチュンだったりっていうようなチャンピオン、あとはトリスターナですね、カイサーに対して出せるチャンピオンを削っておいた方がよく見えますね。ちょっと攻撃的なピックを嫌う形でトリスターナからのバンになりましたね。さあロイヤルネバーギブアップ、どうしますかね。一応、はい、まあ、セジャニとかも残ってはいますけど、まあ、バイの方が危険という判断ですか、うん、バイのアルティメットにカイサーが飛び込んでくるっていうのが、そちらの方がより厄介だってことですね。さあマットライオンズはザヤを消しています、うん、ミスフォーチュンはオープン、ミスフォーチュンであれば狙い撃ちできるということですね。さあどうするか、ロイヤルネバーギブアップ、ザイラ間のラインもないですから。おお、圧勝を見せてますが、まあ、対応しやすいのはアフェリオスになりますね。うん、うん、このアフェリオス、
結局というべきなんですかね、このアフェリオスも戻ってきましたね。そうですね、もう使われるピックにどんどんとなってきています。そしてカイザーノーチラスのライン、カイザーの得意ピックでもあります、うん、あとはタイヤをどちらに持っていくか、このラストピックで決まります。トランドルとなればミッドタリアと、ミッドですね、ジャングルトランドルミッドタリアです。さあラストピックサポートのピックを残しています、ロイヤルネバーギブアップ。一応ガリオがサポートという可能性もなくはないですが、うん、まあここはガリオミッドの、うん、どうでしょうね、レオナとかもまだありますが、あそうですね、その選択になりました、うん、レオナエンゲージ要素を足す選択になりました。さあ、うん、ということで、まあ、今回ピック出揃いました、いかがですか。そうですね、RNG は、まあ、結構中盤の集団戦というところをしっかり見たいような構成になっていると思います、うん、ガリオ、アフェリオス、グレイブスというような集団戦しっかり戦えるチャンピオンを中心にレオナのエンゲージから15分段階から25分段階の集団戦を狙っていくような構成になってますね、まあ、ジャックスが多少かなりレートスケール思考ではあるんですけれども、うん、対面のエイトロックスに有利ピックであるというところも生かして1対1で、ここは戦っていきたいということですね。一方のマッドライオンズも同様に、かなり同じ時間帯の集団戦が強いんですけど、うん、集団戦の形がかなり、まあ、難しい構成にはなってますね。 RNG がこう正面からガリオとレオナ、ジャックス、この3体のフロントラインで、5対5正面からの5対5の戦いをしたいのに対して、マッドライオンズはタリアのアルティメットによる分断、トランドルのピラーによる分断、さらにはノーチラスのアルティメットによる時間稼ぎなど、こうさまざまちょっと条件を追加していって、人数差をつけていく必要があるというような構成になってますので、難易度が高いのはマッドライオンズの方に見えますね。単純なぶつかり合いっていうところでいうと、ロイヤルネバーギブアップの方がやりやすいっていうことですね。そうですね、そういった集団戦が強い両チームの試合ということになります。まあ、今回のドラフトではLPL らしいジャックスピックも見られて、まあ、これがこの8ロックス相手にやはりこう機能していくよっていうことになると、ドラフトでの優位性っていうのも作っていくことができますよね、今後も。そうですね、さあ始まりました、マッドライオンズ対ロイヤルネバーギブアップ、本日ゲーム7になります。お互いに広がりあってのスタートにはなっていますが、ミンがトリンケットを置いて持ち替えを選択してますね。ルーのところで言うと、まあ、ヨヨはリーサルテンポの選択でかなりこう殴り合いを意識したような、まずはスタートになっていると。アンホーギブンはヘルブレードの選択、まあ、リーサルテンポの選択もいくつか見られたんですが、今回はショートトレードを重点的に見ているようですね。リバーサイドにマッドライオンズアームと寄せていましたが、ここでレーンに戻します、トップレーンに戻します。リーシュなしでのスタートをマッドライオンズとしては選択しそうですか、うん、さあロイヤルネバーギブアップ、ブレスは少し遅れて相手のトップサイドジャングルに入って、ブルーバフが残っている、触っていないことを確認してワードを置いて引いていきます。これで、まあ、トランドルのスタート位置っていうのをある程度予測してますね。まあ、ボットサイドスタートであるでしょうと、うん、あさらにはこれシャオフがラプターあるところと確認してブルーバフに移るとなると、あこれはようや完全に補足される形になりますね。はい、ジャングル塗ると完全に読まれましたね。これアヨヤとしてはレッドバフからボットレーン、他のクリープ狩らずにトップレーンの方に向かってますから、ちょっとタイミングをずらすような動きを取ってるんですが、さらにこのまま、はい、まあ、グレブスにカウンタージャングルされたとしても対応がかなり難しいルートになりますね。ただそういったルートはちょっと今回は取らないですか、うん、さあ各連の状況が映し出されていますが、トップレーンはロイヤルネバーギブアップ、プレスがプッシュ、ミッドレーンは少しシャオフーが有利にウェーブをコントロールしています。ただウェーブの位置的に、はい、ガリオがかこ うまく CS を取っていくのが難しい、うん、あとはポジション取りが難しいような位置になっているので、ニスキーとしてもうまくやれていると思うんですね。
太田だ。シャフ、タウントからダメージトレード。ただニスキンもオートアタックで切り返していきます。うん、ちゃっかり9でシエス取ってましたね。うん、さあアイオーヤがガンク狙いますか。姿を出した相手つく大地、正義の鉄拳はピラーで止まった。シャフ、タウントを返します。ゴーストでなんとか逃げようとしますね。これは逃げ切れそう。シャフのゴースト選択いきました。そしてボットレーンではミンが仕掛ける。アンフォーギブンはクレンズで仕掛けを一旦いなして、ミンもイグナイトをもらってかなり体力低くなっているのでタワー下に逃れていきます。お互いのデッド、サマナスペルトレードが行われています。そうですね、フラッシュを両者残すのみとなりましたか。そうですね、トップレーンはいやお互いに譲らないぞと、うん、いう形になってますか。今度はアームとかプッシュです。まあ、どちらともやっぱり集団戦に自信があるというような構成、さらにはチームでもありますから、そうなった時に、まあ、レーンの1対1で崩れるなんてことは、まあ、両者したくないでしょうね。うん、さてニスキン、テレポートを使ってレーン復帰。ニスキンは今後このガリオの動きっていうのを正確に把握していく必要があります。まあ、タリアもリビーワオールからのロームっていうのができなくはないんですけども、うん、やっぱり以前のタリアと比べるとサイドロームができるタイミングっていうのはかなり遅いですし、どちらかというとやっぱり集団戦で輝くようなチャンピオンにもなってますから、はい、そうなった時にガリオの動きに対して的確についていくだったりとか、事前に把握してチームに共有するっていうのが重要になってますね。さあ、アイオーヤが面白いポジション待ってましたが、リコールはキャンセルしません。ロイヤルネバーギブアップがボットレーン押し込んでいきます。まあ、マットライオンズからすると、はい、仕掛けられるタイミングっていうのが、まあ、カイサとノーチラスがバーストを出せるタイミング、カイサの急進化、あとはノーチラスのレベル6あたりが、まあ、重要にはなってくるので、まずはそのあたりを冷静に待っていきたい。逆に RNG からするとガリオが動けるタイミングであればいつからでも仕掛けられますが、さあブレスとアームってダメージ取れて行われているところにアイオーヤ眼光を仕掛けて氷霊の柱でフラッシュダウン成功です。お、ただそれに対してボットレーンタワーダイブのプレッシャーを作り出しています。ニスキーカバーのポジションですが、シャウフがどこにいるかわからない。これトータルで言うとやっぱり、まあ、苦しいのはマットライオンズ側になりますよね。その、まあ、先ほど言った話に基づいてこう分析していくと、はい、マットライオンズはとにかくこうアンフォーギブンのビルドが進んでほしいと。アタックダメ、物理攻撃力が100稼げないと Q が進化しませんので、ゴールドがいくつか必要なんですけど、それをこのタワーダイブのプレッシャーによって、何度もそがれている。ノーチラスの経験値も同様ですよね。となるとマットレオンズが仕掛けられるタイミングっていうのがどんどん遅くなっていきますから、まあ、トップレのフラッシュは取ったにしてもちょっとマットレオンズとしては仕掛けるタイミングが遅くなってしまうのでやりづらいっていうことになってますよね。うん、まあ、それだけに、まあ、このトップレーンのフラッシュを取ったところ生かしたいですね、マットライオンズは。そうですね、ちょっとボットに、ボットが仕掛けられるタイミングが遅くなる分だけ、うん、もう一度トップに仕掛けていってジャックスのキル狙いに行くとかっていうのは選択肢、かなりいい選択肢も見えますね。さあ、サイズミックシャープがヒット、ウェイがカバーします。アイオーヤ発見、ダメージトレード、アイオーヤに一方的な有利を作ります。ただポジション的にマットライオンズがトップサイドのリフトスカトルはコントロールできそうです。ここはマットライオンズいい動きですね。結局そのトップレーンに、じゃあジャックスをキルしに行くっていう風になった時でも、ガリオがやっぱりフリーで動ける状況であると英雄降臨からカウンターを取られてしまう、うん、スローされると自分たちの、まあ、作戦通りにはいかないので、まずはミッドの主導権から取りに行ったという動きなんですが、同様にミンがもう絶対にミッド主導権取らせないようにっていうことでずっとカバーの動きしてますね。まあ、カイザーも合わせて動いてましたが、先にボットレーンに動くのはカイザー、戻るのはカイザーです。でこれでその時間帯を生かしてウェイはジャングルのファームを行っていましたから、まあ、一時的にレベル6の主導権がある中で、いやまだミッド見てるミン、モッドレーンに戻ったと見せかけてもう一度ミッドレーン、ニスキーも警戒はできてますが、いやーこれはニスキーとしてはやりづらいですね。まあ、かなりやりづらいでしょうね。一
旦リコールになります。ニスキー、これでミッドシャオフの方がフリーで動けるという状況を生かして、もうさらにはまだミンをミッドに寄せて、ミッドに見せて、とにかくシャオフが動ける環境っていうのを優先してますね。ウェーブプッシュを行いましたミッドレーン。さあかなりロイヤルネバーギブアップ、ミンの寄りがこのヘラルド早い中でどうする。マッドライオンズトップレーンからアームとか合流、すぐに仕掛けていくのはシャオフ。デュランドの守りのタウントが入ったアイオヤからカイザーも合流していきます。爆弾発射ツーマンノックアップ、そこに合わせるアームとのダーキンブレードでシャオフを打ち取ってマッドライオンズ1トレード。月光の寄り返してくるのはガラです。いいダメージ入ってますが、あっとヘラルドがリセット入った。アームと距離詰めてウェイにダーキンブレード、もう一度ノックアップ、サイズミックシャーブ入りましたよ。そしてスタン、ただこれヘラルドをうまく縦にしてウェイが立ち回っています。トップレーンに押しやられる形になっているのはブレスです。体力有利がマッドライオンズに移りました。これでヘラルド前主導権取ったのはマッドライオンズ、ヘラルド獲得につながりそうです。カイザーがよくレベル6間に合わせましたね。ミッドボット両方ともミニオンの経験値吸ってレベル6になってアルティメットを覚えて少数戦介入することができた。一時期はだいぶプレッシャーも受けて経験値かなり消されていたんですけど、よく復帰しましたね。そしてここに合流間に合ったのも見事でした。まあ、RNG としては徹底的にもうミッド主導権取って先に仕掛けてキャッチでヘラルドも取りに行くという動きだったんですが、このカイザーの合流で状況が一変しましたね。ガラのアルティメットも良かったのでこれで下がらせてのヘラルドが取れれば良かったんですけど、キャンセル入っちゃいましたね。そうなんですよね。さあそれもあって、まあ、マッドライオンズとしては集団戦一時トレードからヘラルド獲得有利を作りました。さあただ今度はドレイク、ロイヤルネバーギブアップが先に触る。今度はみんなレベル6です。ここはまあ、この時間帯重要であるカイサとノージラスのアルティメットがないので落ち着くしかないですね、うん、マットレオンズ。トレイク獲得はロイヤルネバーギブアップ。さあマットレオンズ切り替えてミッドのタワープレートの獲得狙っていきます。ヘラルドも使うのはマットレオンズ。これで3枚は取れそうですか。ミンが横から見ています。そしてゴースを使ってデュランドの森にタウントを入れた。そこに合わせるソーラーフレア、ニスキーに何もさせない。ロイヤルネバーギブアップが1キル獲得で、さあカイザーがカバーに入っている。爆雷発射ツーマンノックアップ切り返していきます。ただカイザーちょっと味方とは別の方向へ逃げるしかない。そこに向けてのゼニスブレード、ウェイが後ろからダメージを合わせて2キル獲得です。ロイヤルネバーギブアップ、いや全くニスキー動けませんでしたね。 CC チェーンお見事でした。マットレーンズは空いたミッドレーンを支持することによって今後の展開に生かそうとしたんですけど、いやここでデッドしたくなかったですね。フラッシュおそらく上がっていたと思いますから、まあ、なんとかガリオに反応できればというところだったんですが、一瞬の隙も RNG 見逃しませんでした ね、 そうでしたね。ゴーストからのエンゲージでした。ヘラルド使ったマットライオンですが、思ったほどこうゴールド有利っていうところは作れないですね。ロイヤルネバーギブアップがキルで返して、逆にこうグローバルゴールドで有利を取る展開になっています、うん、でしかももうずっとですね、先ほどのタイミングからもそうですけど、このリバーの視界っていうのを RNG がしっかり抑えられている、うん、コントロールワードでラインも構築できているので、もうマットライオンズの動きが点取るように分かっている、なおかつ自分たちの動きもコントロールアウトで察知されないのが分かっているので、今後の展開もこのままいくと RNG が先手を取るのは間違いないですね、うん、一旦まずその視界の回復というところを行っていきたいですかね、マットライオンズは。そうですね。しかしそれをさせないようにまずミッドプッシュからサイドに姿を消していくロイヤルネバーギブアップの動きです。あとちょっと気になるのがこのボットレーンの CS 差ですよね。30CS ほどもガラが有利作ってますか。まあ最序盤のファーム差からずっとですよね、1対1継続するともうそこのゴールド差から戦えないっていうのを生かしてガラがもうずっと勝ってますね。まあかなりこうお互いの AD キャリーが1人でいる時間が多くはなっているんですが、そうなるとちょっとこう序盤に作ったよりがもろに響いてきますか。響いてきますね。いやこれも返していこうというマッドライオンズ、カイザーとアイオーヤのカバーですが、ミンとウェイで返していく。これ次のウェーブプッシュのタイミングでガリオがもう一度ボットサイド姿消すといよいよ対応できないので、ニスキーあらかじめ寄せてるのはいい判断ですね。
ただそれを受けて RNG もスッと引いていきますね。では結構の祈りはスーパーチャージでなんとか行きました。ホギブン、これ次ミッドプッシュのタイミングは RNG が有利になるので、これでガリをボットやられた時にマットライオンズは対応ミスらないかですね。何ですかこのウェイト、ミンの動き、もうずっとボットで姿隠してます。あ、さらにはこれ煉獄の鎖がアームと回避されてしまっていますが、そんなことよりもボットレーンが大変だ。シャオフーが英雄降臨合わせて一気に仕掛けていく。ロイヤルネバーギブアップ、ウェイがカイザーを打ち取ります。1キル獲得です。いやもう綺麗ですね、僕このボットダイブの流れが。もう全てはあのレッドオフ前に置かれたワードによる情報でしたね。これでガラにタープレートゴールド全て入りました。5800ゴールドが現在ガラの獲得ゴールド、アンフォーギブンが4300ですか、1500ゴールド差。さらにはトップレーンのところでもタープレート獲得、まあ、ボットにずっとジャングルがいる情報もありましたからね。1対1必ずできると。隙がないですね RNG。 ミッドのローテーションのところでもシャオフーが1枚上手でしたからね。これ恐ろしいのがキル入ってるのがウェイなんですよね。4キル持ってるので、はい、ガラタープレートゴールド全部吸ったんですけど、それよりもウェイの方がゴールド持ってましたからね。しかもゴールドが入っていいチャンピオンですからね今回クレイブス。そうですね。さあマットライオンズは一旦ここでターンを得ます。トップサイド相手のジャングル入ってレッドバフのスティール、ただこれロイヤルネバーギブアップ無理しないですね。ここはドレイクよりもヘラルドを優先したいというような動きにはなってます。まあやっぱりそうでもしないとちょっとゴールド追いつけないっていう判断なんでしょうね。アームとのノックアップは入らない。氷霊の柱で、まあ、寄せようとしましたがリーフストライクワードジャンプで逃げますブレス。もっと RNG もついていってますね。さあマットライオンズが先にヘラルドに触れ始めましたがロイヤルネバーギブアップが返してきます。ブレスのプレッシャーで一旦アームットが下がりました。おただかなりいい陣形にはなってますよ。怒り投げは当たりませんでした。ニスキンのウィーバーボール次第ですがちょっとクールダウン入ってる。アンフォーギブの合流も間に合いそうです、うん、そしてウィーバーボール分断は成功。シャオフーがその間にバックラインニスキーとアンフォーギブをゾーニング、ストップウォッチ自身を無敵にしてその間に前から前からガラがダメージを出していくか。アイオーエがなんとか前線を張っていたシャオフを打ち取りましたが、しかしこうなるとブレスが止まらない。アンフォーギブに続けてリープストライク、カイザーまで持っていく、トリプルキル獲得はブレス、タワーの方へと逃れていく。アームットも発見しています。ミンゼニスブレード仕掛けてウェイがダメージ合わせていく。ニスキーがなんとかタワーのアグロを引いていた。ミンは打ち取っています。さらにブレスもタワーのアグロをもらっている。ギリギリのところでニスキーが2キル取り返していきましたが、最後はガラ、ロイヤルネバーギブアップ。この時間16分でエース獲得。完全に相手のやりたいことを全て読み切ってましたね。このヘラルド前のところでこのポジションをタリアが取るのであればウィバーボールするだろうっていうことで、そこに分断して仕掛けたいところに対してシャオフが入っていって完全に逆にこう分断していくような。そうですよね。これシャオフが本当相手の前衛と後衛の真ん中に入ってストップウォッチゾーニング、完璧でしたね。ワードや、まあ、あとはリフトヘラルド前のチェックによってタリアの位置取りっていうのもある程度予測してましたし、ウィーボール随一も予測できていたのでシャオフはあらかじめあのポジションを取ることができたと。さあ集団戦はまたしてもロイヤルネバーギブアップ勝利。そして今の集団戦で3キルプレスに入りました。トップの 1v1 っていうのもかなり苦しくなりそうですね。サブイ1人でマウンテンドレイクです。まあ、ガリオもこうナイトハーベスター完成してきてちょっとダメージが出るようなビルドにもなってきてますから、ちょっとここのバーストっていうのもバカにならないですよね。グレイブスがそもそもバースト出るチャンピオンですし、この連携が恐ろしいですが、さあボットのインナータワーに向けてロイヤルネバーギブアップがヘラルドを使います。アームットのウェーブクリア間に合いそうですがタックルは入ります。まあ、このサイドですよね、本当にちょっと止められないですよね、ブレスのこのプッシュ。タワーは明け渡しました。
タリアもエイトロックスも1対1ちょっとできないですからね。これかなり引いた状態でしかファーム取れないですよね、このブレス相手は。まあ、今はこうトランドルがカバーできるので、はい、強気に前に出れますけど、今後ですよね、バロンの睨み合いとかなってくると、まあ、このブレスが止まらなくなってきますから、ちょっとどう対応するのか今のところだともう回答がないような状況になってますね。しかしこうしてこうカバーの動きだけをしているとファームどんどん遅れていってしまいますよね。そこでレベル差がつくと、まあ、本来勝ちたい集団戦が勝てないわけですから。さあハムとシャオフーとの 1v1 に挑んでいくが、ゴースト選択効いています。効いてますね。仕掛けきれない。マットライオンズもタイミングとしては、まあ、戦いたいタイミングでもあるんですよね、うん、カイサもコアビルド完成、コアアイテム完成してますし、急進化からのバーストが見込める、ノーチラスのアルティメットから1人取りに行く動きは非常に強力なので狙っていきたいんですが、さあタワー奥までアンフォーギブン追い詰めるのはミン、その間にガラはタワー CG、 氷霊の柱タワーを隔てて、いや退路封鎖したような IOA の打ち方だったんですが、ガラ逆に前に出てくるぞ。アームとかボットレーンから来てターキンブレード、ノックアップはミンに入ってますが、カイザーの違い、体力はまだある。さあトップレーンからカイザー降りてきます。爆雷発射はガラに向けて、しかし十分な距離を取れている。ここから反転狙っていく、ロイヤルネバーギブアップ、ウェイのコラテラルダメージ、カイザーデッド1キル獲得、ロイヤルネバーギブアップ。いやアンフォーギブもまさかでしょうね、あのタイミングでガラが前に出てこうダメージ出しに来るとはっていうふうに思ったと思うんですけど、いやそれぐらい本当に強気なプレイでしたね。まあ、RNG 全体の動きとしては、まあ、ボット仕掛けて相手がカバーしに来るだろうっていうところからのミッドローテーション、この後ですよね、一旦下がった方思いきやもう一度前に出て、なんならフラッシュまでしてくると、これで体力もう全くなくなりましたからね。カイザーの入りも良かったように見えたんですけど、ギリギリガラにアルティメット届かなかったので若干キャストが遅れたということで、ガラにしかノックアップが入らなかった、うん、それでちょっと陣形崩しきることができませんでしたね。シャオフーがフラッシュインダウンと入れて、アンフォーキブン、サモナスペルありません。イージーキル、ロイヤルネバーギブアップ、1キル獲得。さあキャリーを落とした、リープストライク、カウンターストライクで時間を作って味方の合流を待つ、サイズミックシャープで切り返していくニスキー、いいダメージですがキルにはつながりません。これで削ったことによってバロンを中断できればいいんですけど、まあそんなに甘くはないですね。シャオフの動き、さらにガラの動きがリフトスカトルに移った。さあマットライオンズとしても行くしかない、アームとテレポート合流です。ニスキー正面からスレッドボレー、ただこれで反転ミン、フラッシュインゼニスブレード、さあ相手のバックラインへと入っていく、ガラにスタンは入っていますが合わせるダメージがありません。その間にバックライン入っていって、ニスキーを打ち取るのはロイヤルネバーギブアップ、アームとトップレーンからワールドエンダーで寄ってきていましたが11トレードです。これでニスキーもストップウォッチ使わされてしまったので、自衛手段がさらになくなりましたね。バロンこそ食い止めましたが、まあ、大きな代償を支払ったということになりました、マットライオンズ。次のガリオのゴーストからのエンゲージっていうところにも、まあ、うまくニスキーはポジションを取らないとすぐさま倒されてしまう危険性がありますね。アームットがなんとかこうシャオフを抑えられてたのは良かったですね。さあドレイクアップまで10秒切っています。一旦ロイヤルネバーギブアップはそちら側へ切り替えていきそうです。まあ圧倒的ポジション有利がありますから、マットライオンズからすると触れないですね、うん、ドラゴンは3スタック目になります。いやこのまままたバロン前のポジションを取られたときに、ちょっとマットライオンズとしては対応をうまく取れるのかどうか、うん、もう一度ここからバロンプレッシャー作ってきますよね、タリアがやっぱ活かせないんですよね、先にポジションを取られていると分断にそもそもならないので、自分たちが先にポジション取れていれば話は別なんですけど、そういう状況にもう今後ならないですからね。いや視界がなくなった。
まあ、ガリオのプッシュを止めに行く。いやこれまあ RNG にバロン触らせようとしますね。タリアのプッシュ、ボットプッシュがあるので触ってほしい。いやただ触らない。ジャングル内入っていく。ロイヤルネバギバック狙いはアイオヤソーラー、フレア真ん中。ただブラストコーンでギリギリミンゴ一人にさせた。反転狙いたいマッドライオンズ。アイオヤスローをミンに入れるか。硬いぞアームットの寄りは完全にブレスがゾーニング。そして月光の祈りが外れた。アンフォーギブンが消えた。これはいや、ミンのエンゲージに対してブラストコーンでギリギリ対応できたことによって、まあ、疑似的な分断になったのでマットレンズも反転タイミングだと。タリアも寄せていったんですがバロンラッシュ。いやしかし寄ってくるんであれば反転。ニエスキー B ワウルするんですが反転のタイミング。バロンはただ止まったぞ。いやただウェイが体力がスレッドボレー、あースマイトバロンに使って体力回復。ミン反転のゼニスブレード、そこからのストップウォッチ。ブレス浮いたところのニスキー打ち取って、アームットが飛び込んできた。ストップウォッチを使っていたミンを打ち取っていますがブレスダブルキル、カウンターストライク。アームットとの 1v1 スタンを入れた。ただダギンブレード3撃目しっかり真ん中で当てています。アームットダブルキルで返していく。アームットがチームを救ったか。いや本当にギリギリのところで耐えてますね。バロンも中断です。リコールになります。ロイヤルネバーギブアップ。いや本当にさっきストップウォッチ取られてしまったのが、まあ、キーテンの集団戦にもなったんですが、まあ、まずはここですよね。これでギリギリアヨヤがブラストコン間に合ったのでこのミンに対して浮いたというところでいけると思ったんですが、このアルティメットコンボ、月光の祈りにウェイのアルティメットコラテラルダメージまで合わせて一気に体力有利作ってからのバロンだったんですが、フロントの2人ですね、まあ、ガリオ以外のレオナとジャックスが、まあ、事前に体力削られていたのと、ニスキーのこれサイズミチャーうまかったですね。そうですね、これウェイにギリギリ間に合うように打てたのでリバーボールの先へ奥へやるようにスキルを使っていきました。そこでウェイの体力を削れたのが、まあ、マットレンズ救いになりましたね。ただ現状、はい、まあ、苦しいのはまだ変わってないですね。 ですね。その先ほどの集団戦は、まあ、なんかそのコーチ陣の表情を見ると、まあ、マットレンズが本当にうまくやったなというような形ですかね。ロイヤルネバーギブアップとしてはもう決まり手になりうるほどの、まあ、有利な状況でしたが、うまくマットライオンズが立ち回りました。いやここからマットライオンズとしてはここドラゴンの前のポジションを取りたいんですよ。そこでイーブンの状況で睨み合いができればタリアのアルティメットを生かせる。ただ問題となるのはこのジャックスをどうするか。テレポートですよ。ああもうキャッチ狙いに行く。アームトリコールキャンセル。テレポートを使う。間に合うか。間に合いそうだ。おお、ギリギリ危ない。これかなり美味しいですね。その RNG のジャックスのスプリットプッシュっていうのが、はい、これテレポートを使ったことによってちょっと活かしづらくなりました。なので RNG サイドもそのサイドでの優位性っていうのを活かすんではなくて、こう5対5の集団戦を、まあ、狙わなければいけなくなったと、うん、マットもちょっと自分たちが弱点としているところを一つをこう潰すことができたので、これかなりいい展開になっていると思いますね。さあドレイクアップまで20秒切っています。ロイヤルネバーギブアップが獲得すればドラゴンソウル。アンフォーギブンの体力がかなり削られてる。あコラテラルダメージも入った。横からアームット煉獄の鎖使いながらのダーキンブレード。ウェイがノックバックをもらって体力少し削れていますが、それよりもアンフォーギブンの体力が心配だ。体力差圧倒的ですね。ドラゴン触ります。アンフォーギブンリコールできない。触っている動きはワードで見えた。後ろから入ってくるこのシャウフ、フラッシュ対応。さあゾーニャの砂時計を使ってそこから反転。ロイヤルネバーギブアップ。ブレスはアームットをゾーニング、一旦引く形。マットライオンズうまくアームットが耐えている。フラッシュまで使って耐えた。ガガラが結構の祈りも使って前に出る。カイザーが身を挺して身を守る、まあ、味方を守ります。ただ1キル獲得はロイヤルネバーギブアップとなって人数有利が発生。ドレイク獲得に動く。ウィーバーウォールは分断になった。ミンがサイズミックシャーボに捕まっています。ボイドシーカーも入れて体力を削りたいが
ガラがフルヘルスなんですよね。ドラゴンを止めることはできず、ドラゴンソウル獲得、ロイヤルネバーギブアップ。もう直前でカイサのヘルスがもう3割になったのが全てでしたね。でそこにシャオフが飛び込んできて、フラッシュ3枚吐かされましたか、まあ、ノーチラスのフラッシュのカバーも含めて3枚ですか。でゾーニャで時間稼がれて、この間カイサ一発も殴れてないのに対して RNG はしっかりと全腫れていると。ガラがちょっとフラッシュインからのアルティメットの方が早かったので、うまく決められなかったので1キルのみにとどまりましたけど、これガラの操作が完璧であれば終わってましたね。あそこでトリプルキル取られてましたからね。まあ、しかしロイヤルネバーギブアップとしても、うん、ドラゴンソウル欲しいものは獲得できました、はい、ここは取れましたからね。さあ、 あとはまあこのバロンが取れればということなんですが、まあ、本当にマットライズもギリギリのところでこのバロン獲得というところは阻止し続けています。でもここからやっぱりインファーナルソウル持ってますから、そうなんですよね、中断戦普通にやったら勝てないですよ。しかもまあそもそもバロンの速度も速いのでスニークでこう取られる危険性もあると。スリコはできますからね、ガラかなり速い。なおかつジャックスの 1v1 もインファーナルソウルによってダメージが増していることから強力であると。ちょっと打つ手がないようにも見えますが、アームットがずっと姿を隠しているのが面白いですね。これでちょっとジャックスもプレッシャー感じてます。どこかにいるんじゃないかということで、ただもう炙り出すために始めましたね。寄ってこいよと。いや、ただ早すぎる。終わるぞ。終わりました。バロン獲得。ここから仕掛けたいか、マットラインズ。ウィーバーウォール、ミンゴ分断してる。ウェイもバロンピットに取り残されてる。ここから反転、ミンがゼニスブレード入っていく。コラテラルダメージに合わせる形での英雄降臨も決まった。ガラが完全にフリーだ。なんとかうまく立ち回って、キルこそ取り返しているマッドライオンズ。ただトリプルキルのこのガラは止められない。アームット撤退、アイオーヤも前に出れません。まあ、ミンはちょっとデッドするしかないかなと、うん、まあ、実際デッドはしたんですけど、そこからまあ最後負けなしの反転かなというふうに見えたんですが、ガラの合わせがとんでもなかったですね。いやー、このガラのアフェリオス止めたいんですが、まあちょっと届かない。まあ、ここはもうスニークでバロン取れたので、もうミンを犠牲にしてでもっていうことかなと思ったんですが、この月光の祈りと英雄降臨でのノックアップ、コラテラルダメージのおまけ付きでしたね。いや、これでもうヘルス全く保てませんでしたね。しかもしっかり Q ムーンショット当ててるんですよね、カイサに。いや、正確な操作が見えましたね。さあ、ついにバロン獲得です。ロイヤルネバーギブアップ。さあ、集団戦の勝利というところも掴んでいます。まあ、とりあえずはもう4のところで対抗しても勝てないので、1押してくるこのブレスを狙いに行くんですけど、まあ、相手が見えなさすぎるので当然下がりますね。さあ、ミッドレーンがインヒビタータワー下までウェーブ押し付けられています。ボットレーンではアームットの体力が一気にウェイ・シャオフーの手によって削り取られました。タワー下ですが関係なくロイヤルネバーギブアップが1キル獲得。ミッドレーンのインヒビタータワー、インヒビターに続いてボットレーンのインヒビタータワー、インヒビターもこれは取れそうですね。2インヒビターダウン、トップレーンにローテーションかけてロイヤルネバーギブアップ、3インヒビターダウンになります。すごい位置にいる。なんという一打者オフ。いや、しかしこれはやりすぎたか。ゾーニャの砂時計の展開は間に合っているものの、ニスキーがしっかり落としていきます。いや、しかしトップサイドからプッシュを行って、さらにはウェイがブレスが突っ込んでいてアンフォーギブを下がらせた。さあ、その間にニスキーが狙われる。タワー下ですがミンの壁が厚い、厚すぎる。ダメージを出し切ってロイヤルネバーギブアップ、一つ目のバロン獲得から一気にゲームエンドまでネクサスを破壊し、勝利したのはロイヤルネバーギブアップとなりました。いやー、もうとにかくこのオベイとあとはガラ、この2名ですか。いや、キルト
あとは CS タワープレートゴールド持って集団戦キャリーしきりましたね。ただそこに至るまでの部分でやっぱりミッドのコントロールを最重視したというのがこのゲームの面白いポイントでしたね。互いのサポートがずっと減りそうな形で、うん、ミッドのコントロールを取ろうと狙ってましたよね。最初のリフトヘラルドファイトに関して言うとマットライオンズの方がこう1枚上手だったなと、もちろんその経験値を最重要視して、回数の経験値を最重要視して動いていったことによってヘラルドファイトにレベル6を間に合わせたっていうのは非常に面白い試みだったんですけれども、その後のそのボットレーンの 2v2 の有利を生かしたあのガリオとタリアのローム合戦、うん、ローテーションのところでやっぱり視界のコントロールの丁寧さっていう部分で RNG が埋まりましたね。そこまでの部分でもやっぱり、シャオフが的確にワードを置いたり、はい、ブレスが的確にワードを置いたりすることによって、トランドルの位置っていうのを補足はしてたんですけど、まあ本当にワード一つでタリアの動き、トランドルの動き全部把握されてましたからね。そうなるともうガリオがレのプッシュをすればいいのか、はい、ボットにダイブ寄ればいいのか、はい、まあ、姿を消すだけでもプレッシャーになります。そういうところの駆け引きで本当に一枚上手でしたね。そして有利を取ると、まあ、集団戦が強いチーム、試合前にも話ありましたから、まあ、その得意の集団戦で力を見せましたね。見せましたね。いやー RNG 本当に強いチームだなというところではあるんですが、まあ、LPL 第4シードですけれども、まあ、本来はこのプレインインにいるのが不思議なチームですからね。まあ、本当にその通りだと思いますね。まあ、その実力を遺憾なく発揮、はい、マットライオンズも非常に集団戦こう何とかしようとして、うん、まあ、非常にそのゴールド差がある中でうまく立ち回ってるなという印象こそあったんですが、まあ、そうですね。特にアームとのエイトロックスが、うん、あとはニスキのタリアがこの2名がですか、はい、かなり状況を保たせていたように見えたんですけれども、最後あのドラゴン前での回差がかなり削られてしまって集団戦にならなかったっていうのも響きましたね。はい、あそこはもうなんて言うんでしょうね、ガラのボットレーンでの主導権取り続けてた動きも終始目立ちましたもんね、この試合は。目立ちましたね。そしてダメージが、はい、とんでもないことになってますからね、ガラも。まあ、ちょっとこのガラっていうADキャリーもね、はい、まあ、グループに行っても上から数えた方が早いADキャリーですから、そうですね、評価高いプレイヤーです。はい、さあこの試合非常にまあ見どころが多い試合でもありましたけれども、まあ、このファーストねヘラルドの使い方、ファーストヘラルドを取ってという動きはマットラインズがこう良かったんじゃないかななんていう話もありましたけど、ただここですよね、これここちょっとニスキー反応したかったなっていう部分ではありましたよね。フラッシュありますからね。ただこういう、まあ、タワーシリーズのところでの反転をこのゲメなく狙っていくっていうあたりも RNG のチーム力の高さっていうのを見せてますし、まあ、ここがもう一番の差が出たシーンですよね。視界のコントロールからという話もありました。ミッドとボットの行き来の部分で自分のターンであることをしっかりと理解した RNG が一方的に有利を取ったシーンですね。でトップレーンのところは1対1でしっかり勝ってます。ドラフトの狙い通り、マップの状況通りいいプレーができていると。さらにはこのシャオフのプレー、ここも事前にやっぱり相手のポジションがワードによってバレているってことなんですよね。マットライオンズとしてはもう自分たちが狙っていった集団戦の形に思えたんですが、それをこう逆手に取る形で、うん、まあ、事前にやっぱり予想つきますよね、はい、こしっかり見えていたら。逆にエンゲージ、カウンターエンゲージ仕掛けていって、まあ、ここもなんか強気な姿勢がありましたね。見れました、まあ、ギリギリニスギーもいい対応見せてシャットダウンゴールドを取りましたけど、もうそういう問題ではなかったですね。16分段階でのエースでした。うん、この辺りからは、まあ、バロン前のところで体力有利が作れているのでこうイーブントレードに持っていくことはできていたんですが、まあ、やっぱりサモナースペルだったりレストポーチだったりっていうようなリソースを徐々に奪われてしまって、重要な集団戦で勝つことができなかった。いやニスキーもなかなかうまくやってるんですけどね。そうですね、ここウェイをサイズミックシャーブで飛ばして、その間にこうアームットがダメージ飛び込んできたプレイヤーに対して出して、なんとかこうバロンの獲得は阻止していたと。うん、まあ、なんでしょうね、こ
この試合のジャックスを見ていても、うん、ちょっと LPL 地域にジャックスを渡したくないなっていうのはないですね。ありますよね。ここももうミン逃げられないと分かるやいないや、もうカウンターで、うん、もう入っていこうと。あとはシャオフのガリオですか。まあ、ここまでいい結果があまり出せていなかったというか、うん、まあ、連の主導権取られちゃうよねみたいな展開が多かった中でのこのガリオはちょっと流れ変えそうというか、うん、ちょっとこうガリオの使い方みたいなのを、今のこのパッチにおいてのガリオの使い方っていうのをちょっと見せてくれましたね、ロイヤルネバーギブアップが、うん、まあ、シャオフだからこそできるっていうのもあると思いますけどね。そうですね、非常にガリオが上手いプレイヤーですから、うん、まあ、結構ねやっぱりエバーフロストだったりあのロケットベルトだったり積んで、あの移動力上げたり、はい、まあ、CC 上げたりとかっていうので動きやすくするっていう展開が多い中で、今回は ナイドハーベスター、まあ、移動速度もちろんあるんですけど、どちらかというとこうダメージに振ったような選択ではあったので、うん、どうなるかなと思ったんですけど、グレイブスとのコンボでのバーストがちょっと出すぎてましたね、うん、さあということで、ロイヤルネバーギブアップ、まあ、このマッドライオンズ戦を勝利して、うん、グループ B も非常に面白くなってきましたね。面白くなってきましたね。まあ、今のところは一歩 DRX が優勢ということになるんですかね。まあそうですね、このロイヤルネバーギブアップ相手に勝ってますから。そうなんですよ、うん、さあその DRX が、続きましてゲーム8出てきます。ゲーム8はイスタンブルワールドキャッツ VS DRX ですが、ここで一度インターバルに入らせていただきます。それでは一旦失礼いたします。